おはようございます。今日は令和4年3月13日日曜日、今は朝の8時35分ということで、今回もシネマ坊主、松本人志さんのシネマ坊主ご紹介していきたいと思います。まずスパイシーラブスープっていう中国の映画ですかね。まず冒頭に、まっちゃんが言ってるのは、スターウォーズエピソード1が、まあ、ヒットしてますよねと。松本人志は、ああいう CG ばっかり使った映画にはあんまり興味がないんだけど、それより、すごく悲しかったのは、初日に見に行ってた奴らのことなんだと。何かというと、スターウォーズの登場人物の格好をして映画館の前に並んでいたのが、まあ、ニュースでもありましたよね、確か当時。ああいうの見ると本当に情けないですねと、彼らはスターウォーズがアメリカで話題になってなかったら絶対に見に行きませんと。コスプレして映画館に来るということ自体で、まあ、真似をしてると思うんだけど、それがまたアメリカ人がやってたことの前で二重の真似になるからね。自分の意思がなくて洗脳されてるだけと。まあ、そういった方は映画を見終わったら絶対に面白かったと言いますからね。そりゃそうでしょ。わざわざあんな格好をして見に行って面白くなかったって言ったら辻褄が合わないからね。あのコスプレで行ったことが絶対無駄じゃなかったってことを立証するために面白かったって言わないと、まあ、内容はどうであれ見る前から面白かったって言おうと思ってると。まあでもそれはおかしいよねと。なんで自分の目で映画を見ないのかな、本当に困ったものですねとと冒頭に言ってます。まあ、全然中国の映画と関係ないんだけど、まあね、まあそれはあるかもしれないですね。で、今回のスパイシーラブスープという中国の映画、これはまあ、見る前は結構期待してたんだけど、まあ、中国映画なんてほとんど見る機会もないし、監督も29歳と若くて。まあ、気になっていたと。それで、宣伝のパンフレットを見ていたら、タイタニックと肩を並べる大ヒットをしたと、まあ、中国の方でしたと書いてあって、あ、それで興味があったと。ただやっぱり所詮中国だなという感じみたいですね。まあ、相当映画の感覚としては遅れてますと、この作品作った方は。古い日本映画、10年くらい前の映画を見てるみたいとのことです。スパイシーラブスープね、中国映画ね、まあ、僕は見ないですね。ジャッキー・チェンは、あれか、香港だよね。あの方。僕実は香港行ったことがあって、ジャッキー・チェンの豪邸をね、あ、ここに豪邸あるんだよって言われたんですけど、まあ、ガイドの方に、現地のね、ただ、なんだろうな、すごい、全貌は見れなかったですね。まあ、弊があるというか、まあ、それぐらい、とてつもなく大きな家なんだけど、やっぱり、なかなか、そこまでたどり着くことがないくらい、なんだろうね、すごい、一般の方は多分入れない感じでしたね。ジャッキー・チェン。話戻すと、
まあ、この映画は音楽も、なかなか入っていけないものがあったと。うん。香港や台湾、中国の最新ポップスを使ってるんだけど、メロディーは洋楽風なのに中国語で歌っていて、本当に一つ昔の日本映画みたいだと。うん。きっと外国人が当時の日本の映画を見たら、音楽の入れ方でもなんか変な感じがすると思うんだけど、まさにそれと同じ印象だというふうにまっちゃん言ってます。だからまあさっきのスターウォーズの話ではないんだけど、頭からいいと思い込んで見に来てる、まあちょっと頭があんまりよろしくない彼らと結局は同じことだと。うん。もっと自分の目を信じて見てほしいと。うん。で、この作品、エピソードの年寄りの話っていうのが、まあ、ちょっとは良かったと、いうことで言ってますけど、テレビの結婚相手募集番組をきっかけに知り合った4人の年寄りが、麻雀をするうちに打ち解けていくっていうストーリーらしいんですけど、まあ、それはほのぼのとして、まあ、そんなに悪くなかったと、いうことです。うん。でも、それが、若い監督がやることかといえばどうだろうかと。若い監督のくせに新しいものが何もなくて唯一良かったところは年寄りをちょっとうまく描いてるっていう、まあなんか肩透かしな感想だったということです。この作品を作ったか、あの監督は男女の間にはいろいろあるよという、まあ愛を語りたかった。たんだろうなと。でもこの映画が語っていることくらいみんなそんな知ってるわっていうところなんだよねと。うん。中国の若い方はどうか知りませんけど、少なくとも欧米や日本の若い奴らだったらもう分かりきってるような男女のことをもう一遍描いてるだけの、ただそれだけのことなので、そんなもの今更教えてもらわなくてもっていう感想みたいですね。ということで、まあちょっと見たことないけど、まあ見ることはないかな。星も2点ということで、ストーリーはレストランで人気の鍋マーラータンを続く結婚間近の恋人と、まあそういう恋人同士の話なのかな。まあなんだろうな、なんか日本の歌詞の歌詞もそうなんですけど、あなたが好きですとか、ずっと一緒に暮らしたいですとか、なんかね、ちょっと例えがあれかもしれないですけど、表現がもう直接的すぎる表現、僕好きじゃないんですよ。あの映画もそうで、なんかね、あのちょっとひねくれてほしいというか、言葉は、あの違うんだけど、実はね、裏の意味があるというか、ちょっと、例えがあまり出てこないですけど、まあ、日本の歌詞とかよりは、洋楽の歌詞の方が僕は断然好きなんですよね。なんかその I love you っていう表現ほとんどないと思うんですよね。外国の方って。なんか、私はあなたを好きです。愛してます。っていう表現を違う別の言い方で、あの、言ってるアーティスト、まぁ、あ、ちょっと、パッと出ないけど、だけど、洋楽の歌詞はやっぱり全然ね、そんなストレートじゃないよ。一見この歌詞、何なのっていう、よくわからない、なんか物語みたいな歌詞、ありますよね。なんだろうね。まあ、それはもう、まあ、全般、大体洋楽そうだと思うんですけど、歌詞が深いっていうね。ぜひあの、まあ、洋楽聴いてる方は、
曰くの歌詞も、まあ、CD 買う方は最近少ないとは思うんですけど、歌詞カードも見ながら聞いてみると、またち、新たな発見があると思います。はい。あとは、次に、シンプルプランっていう映画ですね。うん。このシンプルプランは、雪のシーンが多い映画で、ただ、そういった雪のシーンが多い映画で、やめてほしいのは、白字の字幕は絶対やめてほしいと。うん。読みにくくて配慮が足りない。うん、意地悪って言ってますね、抹茶。でもこういうことはよくあって、一番ひどかったのはスモークっていう映画です。あ、これ、僕確か借りて、そのまま、見てないな。データとしては残してますが、見てないな。確か借りたような気がする。スモーク。これは、煙の立ち込めてるシーンが多いのに、そこに白字で字幕を出して、読めたもんじゃないと。うん。ほとんど何を言ってるかわかりませんでした。だから、映画も面白いと思わなかったですね。ちゃんと字が読めれば、もうちょっと感じられたものがあったかもしれないけど。まあ、そういうことを思ってるのは、絶対、松本人志だけじゃない。うん。けど、普通の人は発言する場もないし、まあ、ええか、で先送りにされてる問題だと思います。うん。まあ、確かにね。それは、共感しますね。うん。で、この映画、シンプルプランなんだけど、前半まではまあまあ見られたと。ちょっと面白いのかなとも、うん、思ってたと。ストーリーは、平凡な3人の中年男が、雪の日に林の中で大金と死体を積んだ墜落機を見つけて、その金を猫ばばしようとしたことからいろんな出来事が起こるという話です。主人公の語りから入っていくという、割と松本人志の好きなタッチで、アメリカの田舎の狭い範囲での出来事で、登場人物も少ない。そういうところは嫌いじゃない。うん。でも、この手の映画って、やっぱり最後に近づくに従って、荒が見えるというか、なんでそうなるのという疑問がものすごく湧いてくると。うん。その墜落機というのは、実は誘拐違反に支払う身代金を運んでいたセスナで、それが落ちたために金を手に入れ損なった犯人が金を取り戻そうと FBI に変装して、田舎町の警察にやってくる。それで主人公に、墜落現場まで案内しようと言うんだけど、そのあたりからもうめちゃくちゃ、うん。なんかストーリーだけ聞いてると面白そうだけどね。まあそんなに評価してないですね、まっちゃん。まあ、まず、その評価してない理由としては、まずそんな簡単に FBI に変装できるわけがないと。しかも主人公の嫁は前日からその FBI は怪しいと気づいていて、行くのはやめろって強く止めてるのに、なんで主人公はわざわざ出かけて行くんだろうかと。それに、協力を頼むと言われても、そんな嫌だって断ったらいいだけのことなのに、強引な展開でなかなか入っていけない、作品に入っていけないと言ってますね。例えば、ターミネーター2で、エレベーターのドアに手を挟まれるシーンがあると思うんですけど、誰かが今時のエレベーターなら扉が手に当たったらすぐ開くはずや、そんなことはありえへんって言ってたけど、そんなんは別にええやんと思うわけです。アクション映画を見ててそんなこと言うのは重箱を罪をつくようなものだと。でもこっちは、この作品は心理ドラマが売りなわけだから、そこはちょっと譲れませんと。人間の感情の問題として、なんでそういう行動を取るのか理解できない。あー、確かにね。あー、これはわかりやすいね。人間の感情の問題、それに共感できるかどうか、ここはすごく重要な部分だと、重要なファクターだと思いますね。うん。さっきのターミネーター2の
エレベーターのドアに手を挟まるシーン、これで手が当たったらすぐ開くはずだっていうツッコミちょっと面白いけどね。そこ気づかないな、僕は。うん。それはまあ確かに、そんなんどうでもいいじゃんっていうのもわかるけどね。ただそこに気づくツッコミは、まっちゃんだったら突っ込んでそうだね、こういうの。こう突っ込んでたら、うん、僕だったら面白いね。話し方、言い方次第だけど。そういう突っ込みされません？松本人志って。絶対するよ。うん。なるほどね。まあ、ちょっと話が、ちょっとぶれましたけど。うん。あと、この手の映画ってよく拳銃が出てくるんだけど、アメリカでピストルが日常生活の中でどういう位置にあるのか、あんまりどういう位置にあるのかわからないと。だからなかなか作品に入っていけない部分もあったと。主人公が相手が偽の FBI だとはっきり気づいた後で、警察に置いてあった拳銃を盗んで隠し持って犯人についていく。だったらなんで最初から拳銃を持ってないんやと思ってしまうと。拳銃くらいすぐに用意できる国なんじゃないかと。うん。しかも主人公は拳銃に合う弾がどれだかわからないから、目の前にあったいろんな種類の弾をバーッと掴んで持っていく。それで犯人と対決する時になって、合う弾が見つからなくて、あたふたしてる。道中でトイレに寄るなりして弾を先に探しとけようと。まあね。うん。確かに。自分から火の中に入るようなことばかりしてて、わけがわからない映画だと。うん。まあね。まあ、さっきも言ったように、人間の感情に共感できるかどうか。作品として、それはすごい重要ですよね。うん。まあ、何でもそうなのかな。作品にしても、日常の、まあ、仕事を、であったり、遊びであったり。なんでそういう感じで、そういう気持ちでやるのっていうね。まあ、難しいけどね。いろんな人がいるんで。うん。まあ、そこは、どんな作品や仕事についても、人の気持ちに共感できるか、どうか、っていうのは重要なポイントだと思いました。はい。ということで、星はこの作品2つ。うん。まあ、字幕が最悪だから、本当は3つぐらいだけど、字幕のせいで、星2つというところです。まあ、唯一この映画でいいところがあるとすれば、主人公の嫁のセリフが良かったかなと。犯罪に絡んだ金で、誰にも迷惑かけないんだから、着服しなさいと。そそのかすんだけど、奥さんが。その時に、泣かせることを言うんだと。何かというと、特別な日に、レストランでディナーを食べても、前菜とスープを我慢して、メインディッシュだけ注文して、デザートは家で食べる。そんな生活はもう嫌。これはいいセリフだったと。お前、ええこと言うなぁと。もう一回言いますね。特別な日にレストランでディナーを食べても、前菜とスープを我慢して、メインディッシュだけ注文して、デザートは家で食べる。そんな生活は嫌だと。まあ、この作品、最初にバーッと台本読んで、このセリフは気合い入れよう。あとはどうでもええわ。どうせクライマックスでは出番ないし。で、この女優さんは考えだと思いますよと言ってますね。うん。確かになんかこれは、なんか、確かにねと。うん。そんな前菜とスープ我慢して、うん、メインディッシュだけね、そのディナーで、レストラン食べて、なんでデザートは家で食べるんだろうね。なんかよくわからないけど。わからないんかいっていう話だけど。うん。そんな全部、ね、まあ我慢する必要もないし、
前菜とスープ。うん。デザートは家で食べる。よくわからないな。そんな生活嫌だよね。うん。まあ、シンプルプランね。うん。まあ、字幕のことね。うん。まあ、読みやすさは重要だよな。まあ、あんまり、人のこと言えないけど。はい。ということで、そういう、見る人にとって、見やすい作品を作りたいものですね。はい。では最後に、今回、シャンドライの恋。はい。シャンドライの恋と、あと別の作品、エイミーっていう作品には共通点があると。一昔前なら、見ていて途中でだるくなって、見るのをやめていたタイプの映画です。ところが、年齢というか、当時36歳の今になって、松本人志、見られるようになったと。そういう僕自身の変化を感じました。うん。シャンドライの恋で、音楽家が教え子の子供たちを招待して、ピアノの演奏会を開くシーンがあるけども、子供たちは演奏を聴いてるうちに退屈して、だらけてくると。昔の松本人志だったら、そのあたりで子供と同じようにだらけてしまって、それ以上見なかったと。ただ、でも、最後まで見終わったら、このシャンドライの恋っていう映画はいい。いや、素晴らしい。ずーっとだるいんだけど、本当にラストの1分とというか、もっと言ったら何十秒、それで、ええなーってうならされる。その力技というか、こういう映画はそうそうないと、評価してますね。ストーリーは、ローマの古い屋敷が舞台だと。そこに、二人の住人がいて、家主である英国人の音楽家キンスキーっていう方と、その使用人として住み込んでるアフリカ育ちのシャンドライ。女の人かな？シャンドライ。うん。シャンドライはアフリカで政治活動をしていた夫が投獄されたので、単身ローマに出てきて使用人をしながら医者を目指して学校に通ってるっていう方です。で、もう一人、キンスキーという方は、友達もいなくて、一日中ピアノばっかり弾いてる変わったやつなんだけど、シャンドライのことを愛するようになって、プロポーズをする。でも、シャンドライの望みは、投獄されている夫と再会することだと知って、望みを叶えてあげようと。彼女には内緒で、部屋の、ものを次々と売りに出す。で、その資金によって、夫は釈放されてローマに来ることになると。シャンドライは最初は無邪気に喜ぶんだけど、それが金付きの計らいだと分かるにつれて、感謝の気持ちが愛情に変わってきて、夫と金付きの間で気持ちが揺れ動くようになる。うん。で、いよいよ夫と再会できるというその前夜になって、シャンドライが最後の決断を下すんだけど、それがラストのラストでどうなるかっていう話。この話聞くだけでちょっと見たくなりましたね。うん。結末はものすごくデリケートですと。ちょっと編集を変えただけで意味合いがガラッと変わってしまう。監督も悩んだと思います。絶妙な終わり方だと。キンスキーがなぜそこまでシャンドラに惹かれたのかっていうところの描き方がもう一つ淡白だけど、まあ男っていうのはそういうこともあるのかなと。うん。そのシャンドライが好きやと思うから、旦那のことも含めて好きになろうとしたわけだ。彼は、うん。だからすごい純愛ですね。うん。僕はそう思いました。でも、この映画をどう思うかは、十人十色じゃないですかと。うん。見たくなりましたね。ただ、一つだけ注文つけると、シャンドライが、あ、夢うつつで、ちょっと、まあ、ある行動してるんだけど、
そこはない方がいいかなと。あれを入れてしまうと単純に、まあ、ちょっと性的な描写なんだけど、単純に性的に飢えていたのかなという感じになってしまうから、この女好きもんかいみたいなね、あのシーンだけは絶対ない方が良かったと。でもまっちゃんは大好きな映画だと言ってますね。まあ、あと、冒頭に比較されている A Me っていう映画は基本的にあまり好きなタイプの映画ではないと、むしろ嫌いな方かなと。でもこの当時36歳になってこういう映画も見られるようになったと。エイミーは9歳のエイミーという女の子が主人公で、彼女は人気ロックスターだった父親がステージで感電死するのを目の前で見たショックで、以来口も聞けず耳も聞こえなくなっている。そのエイミーと母親がメルボルンに引っ越してくるというところから始まって、彼女がどうやって喋れるようになるかという映画ですと。まあ、例えると天才バカボンで同じようなのを見たと。それ何かというと、その歌でしか他人とコミュニケーションできないという設定がエイミーにあるみたいなんですけど、それが、まあ、この作品の売りで、そこがさっき言った天才バカボンと、まあ、同じような設定とマッチ合いってます。なんかものすごい強妻家で、どこ行ってたのと奥さんに聞かれても気が弱くて何も言えない。でも俳句の五七五でなら自分の言いたいことを全部言える、面白いでしょと。松本人志はこれが大好きでしたけど、発想はほとんどエイミーと一緒だから、途中で天才バカボンを思い出しておかしくてしょうがなかった。改めて赤塚不二夫の凄さを思い知りましたと。それと僕はエイミーがどうやって初めて歌うかってところを注意して見てたんです。ちょっとずつ歌うんかなって思ってたら、いきなり思い切り大声で歌い出しました。あまりに唐突で笑ってしまいました。これはどういう意図だったのかちょっとよくわからなかったですと。この映画エイミーで良かったのは終わり方だと。ハリウッド映画によくあるような終わらせ方じゃないと思うと。2時間近くの映画で話が始まった時と終わった時とで登場人物の生活がそんなに変わってないと。結局進歩したことといえば、女の子が喋れるようになっただけで、それ以外の人たちは何も進歩していない。これがハリウッド映画だったら、隣の売れないミュージシャンが急に売れるようになり、エイミーの母親ともしっくり言って結婚もしてみたいに、あちこちでハッピーの花火がボンボン打ち上がるけど、このエイミーという作品はそれが一切ない。そのあたりやっぱりオーストラリアの映画だからでしょうかと。そこもいいですねとおっちゃん言ってますね。ハリウッド映画はたった2時間で何から何まで好転して、なんでそこまでってことになると、だから嫌いなんだと。それは状況が全部ガラッと変わった方が作り手は楽だと。でもそれじゃあ結局何が言いたかったんだとなるでしょ。あのアルマゲドンだって何が言いたかったんやろって考えたら、アメリカ万歳しか思い浮かばないと。アルマゲドンはこの間ビデオを書いてみたんだけど、ほんまに鬱陶しい映画でしたと。これを見て泣くやつの気が知れんわと。2時間半とクソ長くて、それ何なのという話です。隕石は地球と衝突するというありもせん問題を勝手に作って、勝手に自分たちで解決して、火を消した俺を褒めてくれと言われても、お前が自分で火をつけたんだろうかということですよ。アメリカ人同士でやっぱり俺らはすごいって言い合ってたらいいのであって、こんな映画を国外出したらダメだと思いますと。アルマゲドンもね、僕そんな、そこまで、まあ、まっちゃんに全部共感するわけじゃないけど、そんなに好きな作品ではないな。あれはあの、エアロスミスのあの曲は、まあ、もちろんとても名曲なんですけど、
作品自体は僕主人公のブルース・ウィリスとても好きなんですけど、アルマゲドンはそんな見ないな。1、2回しか、見てないかな。そこまでなんか感動っていう感じでもなかったですけどね、あれ。ちょっとまっちゃんの、まあ、状況はね、全部ガラッと変わって、全部ハッピーっていうね、感じは僕もあんまり好きじゃないね。あんまりというか、まあ好きではないですね。そこは共感できるかな。お涙ちょうだいみたいな展開も、まあそんなにあれかな。はい。ということで、はい。ここまでにしようかな。天才バカボンと同じ発想ね。バカボンか。ちゃんと見てないな。アニメで当時やってた感じですけど、漫画は読んでないな。はい、漫画ですよね。赤塚不二夫さん。タモリさんの師匠だよね。確か。タモリさんが、あなたの、確か葬式で、赤塚さんの葬式で、あなたの作品ですみたいな、確か名言言われましたよね。僕は、タモリは、あなたの作品ですと。すごいよね。ちょっと、どういう風に言ったか、言葉があれなんですけど、確かそんな感じのニュアンスで言っておられましたよね。まあ、天才バカボンね。まあ、赤塚さんの作品、あと何があるんでしたっけ？ちょっと、時代的に見てないですけど、まあ、天才ですよね。タモリも、赤塚不二夫も。はい。ということで、また、まあ、徐々に紹介できていけたらいいと思います。まあ、今回気になったのはシャンドラインの恋かな。9点だからね。星9点。さっきのエイミーは6点かな。まっちゃんが最後のね、描写が素晴らしいって言って大絶賛してるからね。9点ですよ。ほとんど満点に近いね。イタリア映画、シャンドラインの恋。1998年作品。監督、ベルナルド・ベルトルッチ。主演、サンディ・ニュートン、デビッド・シューリス。合計1時間34分ということで、はい。機会があれば見てみましょう。はい。それでは、お疲れ様でした。それではまた。さよなら。